ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がロールスロイスレイス2015年式22,300キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。またすごい色のレイスがやってきましたね。かっこいいですよね。これかっこいいですね、うん、でちょっとロールスロイスといえば、はい、もうオプションというよりかはもう本当になんかいろいろ細かく選んでいく感じだと思いますので、はい、まあ、できるだけ詳しくお伝えしたいと思います、はい、でまず全然ちょっとその車の具体的な紹介じゃないんですけど、ロールスってなんかちょっとお化け系の名前多いじゃないですか。好きですよね。レイス、ゴースト、ファントム、ファントム、はい、ゴーストもそうだし、はい、うん、でなんでそれお化け系の名前なのか、土方さん知ってます？わかんないですけど、でもなんかこう、なんですか、こうギリシャ神話的なって関係あるんですか？あ、そういうのはないですか？じゃあ僕、多分いろいろ諸説があると思うんですよ、はいはい、僕が調べた限りだと、うん、なんかその静か、うん、もう音もなくこう、存在するみたいな、はい、でそれ本当かそうかわかんないですけど、後ろに乗ったその人が運転手さんに早くエンジンかけてくれと、旦那様もうエンジンはかかっております。なるほどそういうなんかその、まあ、冗談か本当か分からないですけど、はい、まあ、そういう下りが成立するぐらい昔で言ったらもうそのすごく静かで、もう音もなくその存在するっていうのがちょっとこう孤高の存在じゃないですけどっていう意味合いから、そういうお化け系の名前、 あとそのお化けってやっぱり結局永遠の存在なんで、はい、そういう意味合いもあるとかないとか、わかんない、諸説あるんでなんか僕勝手にその、はい、グリル周りはパルテノン神殿をモチーフにしてるとかいろいろ言われてるので、なんかそう神話的なことが何か絡んでるのかなとかで調べると、やっぱりこうレイスって精霊だったりとかっていう言い方もされたりするので、うん、なんかそんな話があるのかなと。なんかスコットランド語なんですよね。あ、そうですね、はい、なんかお化けとか幽霊とか、 なんか精霊とか、 そうですね、そういうちょっとこう、あの目に見えない存在みたいな、そういう意味合いらしいですよね、はいはい、なんでちょっとそういうなんかこう特別な存在をやっぱり今もすごく感じるなっていう、うん、はい、なるほど。でちょっと話がだいぶそれましたけど、はい、まあ、基本的にはあのゴーストの2ドアっていう認識 で、はい、まあ、そんなに外れてないのかなと、はい、ただボディサイズだったりだとか、あと細かいところを見ていくと結構違うんですよね。そうですね、はい、エンジン馬力だったり、はい、でまずそのボディサイズのところでいくと、うん、ゴーストよりだいぶ短いんですよ、ね、だいぶ短いですね。5m20 ちょっとぐらい、12cm ぐらい。あ、そうですね、はい、短くなってると、うん、ただでもそれを 12cm もというか 12cm しかというか、うん、ちょっとそこはまあ一つそれぞれだと思うんですけど、はい、まあ、その 12cm でこのほぼ2人で使うわけじゃないですか。後ろももちろん乗れますけど、それってもう贅沢の極みどころの騒ぎじゃなくないですかそうですね、ある意味究極ですよね。ですよね、うん、もうゴーストですらあんなにこう贅沢なのに、それをこう2ドアで使うって言ったら、うん、もうこれ以上本当にない、うん、最高ですですよね、はい、そんな感じを受けました、うん、であとはもう一つ大きなところでいくと、一応前期後期があるんですね、はい、ありますね。17年に大きいこうフェイスリフトしてて、はい、うん、まあ、ヘッドライトの形なんか一番変わりやすいですよね。はい、なんかちょっとこう下がこう、そうです、異形になってる、異形になって四角くないヘッドライト、はい、なんで今回ご紹介するのは、まあ、いわゆる前期型、うん、はい、ただ一般的なその前期後期っていうなんかこうイメージが当てはまらなくないですか。なんかやっぱりこうモデルが違うような解釈になりつつあるというか、まあ、シリーズ1、2って言われたりするので、なおさらそういう感じはするのかなって。もともとその例えばモデルチェンジをしたとしても大きくこう変貌するような車種じゃないじゃないですか。なのでマイナーなのかモデルチェンジなのかって微妙なところかなって。ですよね、うん、あとそのモデルがすごく長いんですよね。そうですね、車自体が2013年からってことなんで、はい、もう間もなくだって10年、そうだ、なりますよね。なります、はいはい、なんですごくこう息が長いモデルなんで、うん、なんか もちろんそのモデルごとに、モデルっていうか年式ごとにいろいろ仕様が違ったりとかっていうのはあると思うんですけど、うん、なんかこう前期なんて全然見劣りしちゃうとかっていうのがあんまりない。確かにそうだと思いますね。そんな感じを受けます。はい、であとはちょっと細かいところ見ていくと、うん、そのちょっとバンパーの衣装だったりだとかも、はい、シリーズ1シリーズ2、うん、同様の違いがあったりだとか。そうですね。であとは定番のこのはい、グリル、グリル、これも一段、うん、一段というかだいぶ奥に入ってる感じです。そうですね、はい、
なんかこう、はい、奥行き感がかっこいいですよ。そうですよね、はい、なんでちゃんとそのゴーストのクーペっていうとすごく乱暴な言い方になっちゃうんですけど、ちゃんとそのクーペに合わせてデザインされ直しているという、はい、そうですね。あとは今閉まってますけど、うん、スピリットオブエクスタシーもこれもなんかちょっとこう車のイメージに合わせてやや前側に傾斜してるとかっていう風に、前のめりなんですかっていう話ですよ、まあ、取り付け自体がってことじゃないですか多分。あ、そうかそうか、ここの傾斜が違うよ、はい、っていうことなんですかね、はい、うん、っていう風な違いもあるみたいです、はいはい、であとは今回一番目を引くのはこのツートン、はい、これじゃないでしょうかですね。なんといっても、うん、これがちょっと覚えられないんで、はい、ちゃんと見ていいですか。どうぞ、はい、赤い方がマイデラレッド、はい、でシルバーの方がジュビリーシルバー、はいはい、これぐらい覚えろよって話なんですけど、はい、これってなかなかちょっとこう、うん、選ぶの上級者じゃないですか。なかなか新車でカタログでっていうと勇気いりますよね。ですよね、はい、で今結構コンフィギュなんかであのツートンこうイメージは見れたりしますけど、実車って結構違うじゃないですか。そうですね、特にこうメタリック系のペイントだと、うん、で今回これ絶妙っすね。絶妙ですね、すごくいいと思いますね。ちょっとこの何ですか、紫色というか、うん、なんて表現していいんですかね、これワインレッドとも言いにくいし、うんうん、そんな感じ で、はい、でシルバーの方はちょっとこう、うん、メタリックがもっと細かくなってるので、はい、ちょっとこうはっきりと塗り分けられてる感じ、うん、そうですね。でこれツートンなんかも結構こうラッピングでツートンにしてたりする車なんかもありますけど、はい、やっぱり塗装だと純正だとやっぱり質感がかなりいいですよね、うん、だいぶ違います。であとはそれに続くこのコーチラインが、うん、あの僕知らなかったんですけど、はい、コーチラインもこれ1本と2本、そうです、両方あるんですね。あります、シングルと、はい、でなおかつこの筆目があるやつとないやつ、はあ、多分それ塗った時のそのなんていうんですか、ああ手書きなんですよね全部、はい、職人さんの、うん、なんでその書き方っていうかその書くコンディションって言っていいのか分かんないですけどによって、まあ、塗膜の厚みなんかにも出違うと思うんですけど、筆目がすごく分かるやつと、うん、はい、全く分かんないやつあるんですよね、うん、で今回の車はちょっとこう筆目が割と見える、うん、見えますか。見えます、なんかこう職人さんの手書き感が、あ、本当ですね、なんだいぶあるんですよ。ああ確かにいいですね。あと年式なのか車種なのか分からないですけど、日本ラインだとこう繋がってるやつと繋がってないやつがあるんですよね。あ、はい、ありますね、はい、でも全然もうついていけません、はい、僕、はいはい、なんでこの辺のラインも全部オプションですからね。はい、全部オプションですね、はい、でやっぱりツートンにすると、うん、あのコーチラインあった方が、うん、なんとなくこうバランスがいい気が、あ、そうですね、します、はいはい、まあ、色によっても違うかもしれないですけど、いやでも確かにこう真ん中のパネルの色とコーチラインの色がこう同色じゃないですか。これ同色にしてあるとやっぱりかっこいいですよね、締まって見えます。そうですよね、はい、なんかこのくっきりここで分かれるんじゃなくて、ここでなんかワンクッションあるイメージが勝手について、ね、はいはい、すごく今回の車も似合ってる、うん、でまたすごいのがこのコーチラインがこっちにも、はい、そうなんですよね、ここにね、はい、あるんです、コーチラインが。これすごいっす ね、 ね。で今回の車は、うん、7本スポークの、はい、結構種類あるんですよね、ホイール。そうなんですよ、まあ、このホイールもこの色もオプションですからね、うん、でまた色がこれすごいですね、はい、これボディ同色ではないんですか。ボディ同色なんじゃないですか。これなんかでもちょっと濃く見えますね。ちょっと濃く見えます、はい、うん、ちょよく見るとこの紫っぽい、はい、マイデラレッドに近い、近いですね、はい、うん、こんな感じのホイールになってる、はい、なんかもう、まあ、改造するのは別ですよ、うん、なんかもうどれ履いても似合っちゃいません。そうですね、なんかね、そうなんですよ、確かにどのアルミホイール履いててもらしく見えてしまうので。そうなんですよね、はい、あまり違和感がないんですよ。あんまりこうとんがったのとか、うん、なんかもうディッシュのもうベタっていうホイールもないのはないんですけど、うん、なんかもうどれ履いても本当にロールスかっこいいっていう。そうですね、だからこそなんかこういじってこうマンスリーとか組んだ時のこの変えた感というか、うん、インパクトなんかも強いのかもしれないですけど、はい、確かにこんな足回りな。で基本的には、はい、BMW の7シリーズのものがいろいろこう使われているというか、はいはい、まあ、言っても BMW、うん、ロールスロイスモーターカーズもう BMW 傘下ですからね、はいはい、いろいろ BMW テクノロジーが、うん、はい、ありますけれども、はい、キャリパーなんかもちょっとグロスで塗ってあって、はいはい、そして今回全部ノーマルなんですよね、うん、そうです、はい、でもちょっと改めて見るとでかくないですか。ブレーキでかいですよねまあこの巨体なんでそうだけど、まあ、このぐらい必要なのかなんてします。ローター圏もすごいね、で
かいですよね。でかいですね。ピストンがでかい気がしますもん、はい、キャリパーの、うんうん、いやなんかこういやまじまじ見るとあれって思う今 あのワーゲングループが使ってる一番でかい、うん、テンポットかな、うん、あのぐらいのなんかサイズ感ありますよね。ありますね、はいはい、巨大なキャリパーが、うん、そしてあとは どこ行きましょう。あとはこのコーチドアとか。コーチドアですね、はい、おなじみ、はい、ちょっとこれ後で、うん、内装紹介で見てみたいと思います、はい、であとは、うん、このスタイリングっすよね、はい、このファストバックの単純にクーペって言っちゃうとこう簡単ですけど、うん、なんかこうこのラインってあんまり他にないですよね。ないと思います。で、ちょっと僕調べてはいないんですけど、なんとなくなんですけど、こう、まあ、昔風に言うとファストバックって言われてたりとか、まあ、普通は最近はツードアクーペって言いますけど、やっぱり60年代70年代のアストンの DB4 とか DB5 とか、あと古いジャガーとか、なんとなくこうなんて言うんですか、レコゼっていうのかな、なんかこうCピラ側がこう丸くなってるっていう、このスタイルってやっぱりこう往年 あのクーペの名車って言われるデザインってみんなこのスタイルをずっと使ってましたよね。でも現代でもこれロールスが使ってるっていうのはなんとなくやっぱりこうレイスっていう名称をもう60年前70年前ぐらいからこうまたね呼び戻したというか。そうなんですよね。そうなんですよ。昔にあったんですよね。そうなんですよ。昔あったので、はい、そういった意味も含めて現代的なもの BMW グループかもしれないですけど、やっぱり歴史というんですかね、そういうストーリーがありつつこの車になったのかなというのは見て取れますね。あ、うん、外装もじゃあ結構そのレトロ回帰じゃないけど、そうちょっとそういうのを大切にしながら、うん、現代版にってことなんですかね。思いますね。僕読んだ読み物だと内装がもうそれを如実に表してるっていうのは出ました。なんか一番1920年代か40年代ぐらいまでがイギリス人が一番あの頃の車一番良かったよなって思う年代らしいんですよ。なんか僕読んだ読み物ではです、はい、それをなんか現代版に解釈して、うん、その作り直した内装だっていうのを読んだった書いてあったんで、なるほど、もしかしたら外装なんかも、まあ、この四角いボディがもう思いっきりそうですよね。そうですね。ちょっとクラシックを強く意識した。そうだから見えない部分では最新のテクノロジー入ってますけど、このビジュアル的な部分っていうのはあのロールスロイスって結構ブラッシュアップ再構築したりとかっていう風な解釈が強いんですかね多分、うん、このもうまっすぐにこうつながってるこのボディのラインとかもまさにそんな感じしますよね、うん、この前から後ろまで。そう逆に今ないもんね。ないですね。新しい車 ねこんなにスパンと割り切ったら直線ラインのっていうのはあんまりない、うん、はい、ただよく見ていくとこのボディの下にこう持ち上がるラインがあったり、これもだからクラシックの多分ラインですよね。はい、はい、あったりなんかして、うん、であと後ろも、はい、同様に後ろは一応片押しフローティングタイプのキャリパーになるんですかね。そうですね、はい、スライディングですかね、スライドキャリパーみたいな片押しですね、はい、こんな感じの、うん、なっております。あと土方さん、ちょっとしょうもないチェックをしていいですか。何のチェックでしょう。あの給油口オプション入ってるかどうかチェックを。あ、はい、はい、ドキドキ、残念ながら入ってませんでしたね、はい、もうなんかちょっとそういう快適装備と、うん、なんかそのおしゃれなのだけかなと思ったら、はい、そういうちょっと、うん、ちょっとした小物なんかもあったりとか、見えない部分でね、うん、そうなんですよね、はい、そして後ろに行くと、うん、後ろがまたかっこいいっすよね。そうですね、レイスってこのなんていうんですか、こう集約されてるというか、こう、はい、前からのラインがこう、うん、全部まとまって、うん、はい、であとはゴーストなんかにもこうつながるクロームの囲われたデザインのテールランプだったりとか、うん、はい、あとは意外にこうちょっとこの後見てみますけど、うん、トランクの容量もあるんですよね。そう結構広いですね、うん、こんな感じになっております。であとはマフラーは、はい、一応2本出しでバルブもついてるんですよね。そうです、はいはい、ちょっと V12 サウンド絶滅危惧種もこの後聞いてみたいと思います、はい、でこちらのスピリットオブエクスタシーが、はい、盗難防止装置がついてるついてるって聞いてたんですけど、はい、あのついに検証してみたら本当についてたということで、これなんか手前に倒れたりするとなるんですか、うん、そうです。僕怖いんで土方さんお願いします僕も怖いんでちょっとやりますね。まあ元々そのスプリングっていうかそのグラグラになってるんですよね。そうです元々が、はい、でこれが手前にっていうとしまわれる。すいません、これもうちょっと本当ちゃんとこう、はい、ここまで行くんですけど、まあ、車によってはこうなっちゃう、引っかかりがある。こんな機能もついてると、はい、だから出しっぱなしで止めても、うん、まあ、取られちゃうことはないという、はいはい、こんな機能もついてるそうです、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、内装の方が、うん、よいしょ、
これちょっと毎回こう開けるときと乗り込むとき、さっきもちょっと話してたじゃないですか。そうですね、はい、基本的に開けてもらう前提のあれなんですかね、高知ドア、高知ドアなんですかね。そうですね、はい、開けてもらう前提ですね。でこれをちょっとどうやって乗り込むのかなんていう話をしてました、はい、どっちから回るみたいなね。そうですね、はい、ちょっと特徴的なこんな高知ドア、これがなんかドレスとか着てても、うん、要はこう乗り込みやすいというか、うん、ヒールにドレスだったりしても問題ないようにってことらしいですね、うん、なるほど。ただこの間新しい説を僕聞いて、はい、ちょっとやらしい話なんですけど、うん、女性の方のパンツが見えるから、うん、こういう逆開きになってるっていう説をこの間聞いたんですよ。それなんか外国人の方が言ってたんで、イギリス人の人が言ってたんで間違いないですって僕言われたんですけど、うん、冗談で言ったのを本気で捉えてるのか、うん、そのれかその人が冗談で言ったのか分からないですけど、そういう説もあるっていう。なるほど、はい、ただこれちょっと、うん、日常使いに向いてるとは決して言えないじゃないですか。そうですね、この隙間で乗り込むわけいかないし、はいはい、なおかつこう開けた後にじゃあどうやって乗り込むんですか、はい、こういう感じなんです、はい、だちょっとある程度こうドアがしっかり開く環境じゃないと、はい、やっぱりこう使いづらい、うん、出かけた先でも自宅の駐車環境でも、うん、だここだけはやっぱりこう少しこう選ぶのかなっていう感じがしますよね。そうですね、はい、そして内装を見ていくと、うん、内装ももう無限大じゃないですか、はい、で今回の車は正直こうオプションめちゃめちゃこう追加されてる感じではないですけど、特にはね、そうですね、これ内装もキリがないんですよね。いや、キリがないですよ。色もそうだし、はい、このステッチ、コントラストステッチ入れるとかパイピング入れるとか、はいはい、だとドアに至ってもなんかここにスピリットオブエクスタシーの、はい、エンボス入れるとか、ね、ロールスのエンボス入れるとか、うん、もうちょっと果てしないんですけど、はい、今回の車はこうなってますっていうのだけ、はいはい、お伝えできれば、うん、これちょっと外装との相性完璧ですね。完璧だと思いますね、はい、これは相当熟練した人がオーダーしてるか、はい、もしくは監修のもとなんか、うん、オーダーしてる感を受けます、はい、そうですね、熟練した人がオーダーしてますね、はい、時々こうとんでもカラーのロースとかもあるじゃないですか。ありますね、はいはい、つい最近在庫でもありましたけど、はい、ちょっと今回のはかなりこうしっくりまとまった、うん、はいはい、印象です、うん、でレザーの質もやっぱりいいですよね。いやー、すごくいいです。で2ドアクーペのそのレースだったりドーンだったり2ドアスタイルの車ですね。でもロールスロイスってゴーストとかと分け隔てなく、ね、同じちゃんとしたレザーを使っているので、その辺はやっぱり抜かりないというか、もう見た目の質感がね全然違うもんね。そうですね、うん、もう高級ソファーですよね。そうです、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、できる限り仕様をお伝えしたいと思うんですけど、うん、はい、漏れがあったらすいません、はい、一応まず傘チェックいっておきますか、うん、はい、傘は一応スタンダードなもの、使用感も全くないです、はい、で使ってる人僕見たことないんですけど。使わないよね。あんまり使わないですよね。あんまり使わないと思います。でこれもなんか色が選べたりとか。そうです、取っ手のこの色とかこっちの色とか、はい、この辺も無限大という。今回は全部スタンダードな真っ黒黒のタイプでございます。はい、使用感もございません、はい、そしてこの辺のスカフプレートなんかもいろいろ確か種類があるんですよね、はい、はい、このタイプがついております。でちょっと乗っちゃいます。これがだからこう来てこうってことなんですかね。そうですね、はい、そして乗り込むと、うん、で多分それがあれなんですよ、はい、男性の乗り方なんじゃないですか。そうなんですかね、多分さっきどっちから乗るんだよってくるくる回ってたじゃないです か, だかこう女性だったらこうスカートかっていうとこうやって座るんじゃないですか、はい、ちょっと乗り込み方素人だと考えちゃいますけど、はい、ね、こんな感じになっております。そしてちょっとドアの開け閉めはいいですかね、はい、後でこちらについてますん で, でシートはもう本当に高級ソファー、うん、めちゃめちゃ柔らかいです。そうなんですよ、クッションが柔らかいのもそうなんですけど、はい、レザーが柔らかいです、ね、はい、本当にこうなんていうんですか、うん、なんだろうな、なんていうんですか、レザーの手袋みたいな高い、うん、ぐらいこうソフトな、うん、はい、柔らかい、なんか革の厚みを感じるよね。そうですね、革自体が、はい、うん、ですごくゆったりしてます。で調整も、はい、調整もっていうかこの調整のこのクロームもオプションだったりするんですよね。そうなんですよ、はい、で調整に関しては、うん、スタンダードな調整プラスランバーサポート、はいはい、当然こうスポーティーカーじゃないんで、うん、膝下のところは伸ばせないですけれども、はいはい、
まあ、適度な位置にできるかなと。で今一番下がってる状態ですかね。だかすごいローポジにはなんないですよね、うん、でも結構なりません。あ本当ですか、うん、あんまり感じないですか。だ上げるとね結構上がりますよロールスって。僕的にはもうちょっと低いポジションが好きなんで、うん、あそうですね、低くしたいなと思ったんですけど、はい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 、シートの厚みがあるせいなのかキャラクターなのか、あんまりキャラクターでしょうね。でもねローポジにはならない、うん、結構上がりますよね。いやこんな上がってきちゃったよ、はい、すごい上がるでしょ、はい、うん、めっちゃ上がりますね。そうじゃあ背の低い女性の方なんかも、あ全然いけると思いますね、はい、いけちゃうんじゃないかなと、はいはい、こんな感じになっております。であとはもうレザーも本当にゴールがないというか、うん、はい、何でしたっけ、シートベルトのキャッチにレザー巻くやつがあるんですよね。そうなんですよ、はい、すごいんですよこれ。巻かれておりません。巻かれておりません、はい、今回は、はいはい、そしてステアリングもこれパッケージオプションですかね、はい、ツートンになるタイプがあるんですけど、はい、今回のは、うん、このワンカラーのそう、はい、モノトーンですね。モノトーンのものになっております。で、はい、この辺がエアのブラックの、うん、はい、でエアバッグのこの大きさがちょっとクラシック感を、はい、ステアリング全体もちょっと大きいですよね、うん、大きいですね。だからもうちょっと本当に今撮ってるこの絵がなんかものすごいクラシック感が、うん、メーターといい、はいはい、だと今回のこのウッドが、うん、多分オープンボアウッドじゃなかろうかと、はいはい、そうですね、思われます、はい、でレースっていうとこの、うん、なんていうんですか、うん、真ん中に寄ってるあのしましまのウッドが、ああ、はいはいはい、はい、あれ使ってるっていうか選択できるのがドーンレースだけ、うん、ツードアだけ、ツードアが、はい、あれがなんかボートとかなんかそういうのから来てるんですか、あのウッドって。ああ、わかんないですもう。わかんないです。わかんないですけど、はい、説得力ありますね。そういう言われるとね、あ、そうなんだって思っちゃいます。はい、でそれをこっちももちろんそうだし、うん、ドアの方にも持ってきたりもできるんですよね。全部。うん、そうですね。もうキリがない。キリがない。だから今回はちょっとこのオープンバーのウッドですけど、はい、非常にこうクラシック感が強調されて、うん、はい、インテリアカラーと合ってますよね。合ってますよね。うん、すごく。はい。はい、そしてこの辺のナビの蓋なんかにもこう、うん、いろいろ入れるオプションなんかあったりしますけど、はい、今回のものはプレーンのタイプ、うん、はいはい、ロールスロゴだったりとか、うん、スピリットボイックスタシだったりとか入れられますけど、こんな感じになっております、うん、そしてメーターもこの3連のこれクラシック感をめちゃめちゃ感じますよね。でだからメーターとステアリングのバランスがすごくいいですね。でこっちがタコじゃないですもんね、はい、パワーリザーブとか、パワーリザーブですね、はい、こんな感じ。であと時計も、うん、この枠が黒いのと白いのとあるんですよね、はいはい、今回のはこの白いのがついております、うん、はい、そしてあとはもうこの辺がもうまさにクラシック感を醸し出しているところかなと、うん、はい、こういうつまみ類だったりとか、そうですね、はい、うん、はい、あとこのスイッチ類だったりとか、はい、あとこの辺がエアコン周り、うん、はい、でシートヒーターベンチレーションがオプションなんですよね。そうです、はい、で今回の車はベンチレーションもしっかりついていると、はいはい、でエアコンもデュアルに見えないですけど、うん、デュアルゾーンという、はいはい、であとはこのナビ周りに関しては、うん、一応ロールス仕様になってますけれども、うん、基本的には7シリーズ、はい、そうですね、はい、この辺が水色になってたりして、はいはい、水色というかグリーンというかなってたりしてロールス仕様になってますけど、まあ、基本的に BMW と同じシステムなんで、うん、はい、まあ、使いやすいかなと、うん、はい、分かりやすいですよね。そうですね、はい、でこの辺でえー、あれスピリットオブエクスタシー出したりしまったりとかってもあるんですよ、うん、はい、ありますよ設定か、はい、はい、ありました。これで、うん、はい、出したりしまったりも、うん、はい、あ今出ましたね、はいはい、できると、うん、はい、なんでこの辺はあとはナビですよね。だから、はい、ナビちょっと世代としては一つ前かなと。そうですね、はい、はい、まあ、今のが本当にタブレットとかと変わらなくなってますから、はい、まあ、使いづらくはないんじゃないでしょうか。あ、もう必要にして十分だと思います、はい、で、まあ、この辺なんかも一応ロールス仕様になってますけど、はい、まあ、基本的にはアイドライブと、うん、まあ、フォーメーションも一緒ですもんね。はい、一緒です、はい、バックオプション、はい、うん、こんな感じになっております、はい、あとエアサスの上下、はい、はい、だとドリンクホルダーと、うん、灰皿、はい、当然未使用です。未使用です、はい、はい、はい、そしてアームレストの中はこんな感じで、うん、この辺はちょっと BMW 感をもろに感じます、はい、特にこれはね。そうですね、はい、でシガーソケットが一つだけ、はい、だと装備に関しては、うん、ACC だったりだとか、うん、あとブラインドも、うん、確かないんですよね。ないですね、はい、はい、なんで本当に最新の運転支援系は、うん、
ほぼない。ほぼないですね、はいはい、ただカメラなんかはしっかりついてますんで、はい、一応フロントカメラとあとバックカメラか、はい、そうです、はい、ちょっとかけちゃいましょうか。はい、ちょっと待ってください、うん、カメラはこんな感じでバックカメラとフロントカメラが装着されてますんで、はい、まあ、この辺さすがに車大きいんで、うん、はい、全く何もないってなってくるとちょっと不安ですよ、ね、ちょっと不安ですけれども、うん、まあ、必要にして最低限のものはついてるのかなと、はい、はい、だとペダル、うん、これはちょっと何にもないステンレスとかアルミのカバーかかってないのが、うん、よりクラシック感をちょっと感じます、はい、うん、でフットレスト大きいですね。そうなんですよね、めちゃめちゃ運転しやすそうな感じです。なんかね、でもブレーキペダルとかアクセルペダルの形がね、はい、よくよく見るとなんか独特なんですよ。あー確かに、はい、ちょっと台形となんかちょっとこのこっちの特にアクセルペダル、はい、斜めから見ると、はい、確かに奥行き感がちょっと、だレイアウトは全然自然です、はい、うん、はい、広い足元がね、広いです、うん、運転しやすそうです、はいはい、そして天井関係いきましょうか、はい、天井もいろいろあるんですよね、はい、あのスタンダードのがあるカシミヤの天井なんですか。あ、カシミヤなんですかあれ。みたいです。オプションリスト見たらカシミヤの、はいはい、そして今回はオプションのレザーの、うん、はい、です、ルーフライナーになっててサンルーフもついてると、はいはい、これどうなんですか、スターライトの方がいいんですか。どっちが好きかじゃないですか。サンルーフの方がいいですか。その辺好みですか。好みですね、はい、うん、まあ、ちょっと大きく仕様が多分分かれるところだと思うんですけど、今回はサンルーフがついてる、はい、うん、僕知らなかったんですけど、はい、スターライト の, あのヘッドライナーも、うん、なんかロールスロゴがこうパチンってこう真ん中出るやつもあるんですね。あ、そこは知らなかった。今まで一台も僕見たことないんですけど。ないですね。オプションリスト見てたら出てました、そうですか、はい、で今回のはちょっとサンルーフですけども、はい、はい、一応レザーなんでだいぶ質感いいですね、うん、あ、しかもこれ閉じたここもパンチングのレザー、ですね、レザーなんじゃないですか。はい、シェードも、はい、ちょっとシェードしてみてみましょう、うん、だいぶいいですね。すごくいいですね、はい、はい、あ、なんかすごくいいですね。かなりしっかりした、はいはい、シェードになってございます、うん、じゃあ続いて後ろの席も乗ってみたいと思います。でちょっと乗る前に気になったんですけど、こうシートベルトのやっぱり出し入れで、うん、明るめの、明るめじゃない、暗めのレザーなんでちょっとこう当たった跡があるんですよ、はい、これはあのリペア予定ってことですか。そうです、はい、レザーがこう表面がちょっとこう、うん、やられてるだけなんで。そうですね、リペアで十分治る、はい、これ破けちゃってたりとかこう引っ掛けちゃってたりするとあれですけど。そうですね、はい、まあ、こんな感じになってますけど、ゴノシャイの時はちゃんと治ってます、はい、はい、そして乗り込んでみたいと思います。でこれ倒すと勝手に前に行くやつですよね。行かないですね。行かないやつ、はい、いかないんです、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、よいしょ。あ、後ろも、はい、ですね、差別がないです、はい、ふかふかですか。あの座面めっちゃふかふかです。ふかふかですね。あの超快適とは言わないですけど、はい、全然十分です、うん、長時間行けますか。行けますね、長時間行けます、はい、ちょっと倒してみます。当たり前ですけど、はい、大きい車なんで、はい、全然窮屈感もなく、いや全然いけますね。いけますね全然、はい、そしてスペース的なものでいくと、うん、僕ちょっとそんなにこう前にしてないですけど、はい、まあ、大体握り拳1個分ぐらいは。そうですね。そして椅子の下もしっかりこうつま先入るんで、はい、はい、で僕身長175ですけど、うん、このルーフのこの低さが気になるかなと思ったら、はい、全然余裕ですね、はい、拳1個はないですけど、うん、半分ぐらいはあるんで全然まだ当たらないぐらい、はいはい、そして装備的なもので言うとエアコンが一応吹き出しと、うん、まあ、調整もついてるんですかね。はい、ついてます、はい、こんな感じになっております、うん、そしてここがドリンクホルダーとハイザー、ハイザーです、はい、これも当然未使用ということで、はい、でこっちも、うん、あ、後ろだいぶ深いっすね。そうで、シガーソケットが2つ、うん、ついてます、はい、ついてると。はい、あと今回のお車はスピーカーはノーマルということで、うん、はい、そうです、はい、うん、オプションのサウンドシステムなんかは今回残念ながら入ってございません、うん、はい、はい、ただもう
サウンドシステム入ってないのにどんだけスピーカーついてんだよ。本当だよね。もともと贅沢なんで、はい、そうですよね、十分だと思います、ね、もスタート地点がもうぶっちぎってるんで、はい、まあ、より贅沢にっていう方はそういうオプションもありますよっていう話ですよ、はいはい、うん、でリアも当然このパワーウィンドウのスイッチついてますんで、はい、ここはちゃんと開けられると、はいはい、だとこの下もちょっと小物入れになってるんですね、うん、そうですね、はい、ちょっとこう4人で乗るとちょっとこう窮屈そうに見えちゃうじゃないですか、うん、2ドアの車ってやっぱり、うん、なんでこう決してこう4人常時乗る乗り物じゃないと思うんですけど、うん、まあ、乗る機会があれば、はいはい、全然普通に乗っても、はいはい、快適に移動できるのかなっていう感じはします。なんかこう後ろも抜かりなくこう作ってるなっていう感じがね、そうですね、あってこんなところにわざわざウッドパネル作る、あ、確かに、ね、僕ちょっと暗くて見えなかったですけど、あ、そうですか、はい、そっちもウッドがちゃんと使われてる、ちゃんと使われてますね、うん、あと乗り込むと分かるんですけどやっぱりこう何ですか、しっかり感、うん、ねえ、最近のコンパクトカーとか特にこうコストダウンで、うん、こう中がこうスカスカで、はい、こう少しぶつかったりすると、うん、何も入ってない感がすぐ分かる車ってあるじゃないですか。あります。それが全然ない、はい、やっぱりすごくしっかり作ってる、うん、背中もこういうコンソールとかルーフとかも、はい、それがすごく伝わります、うん、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います。足で開けるやつは、うん、あ、ついてるんですね。ね、はい、これ閉まるのもいけます。閉まるのもいけます。いけちゃうタイプなんですね、うん、ちょっと年式的にどうなのかなと思ったんですけど、その辺もしっかりついてるみたいです。 そう、そして当然手で開けたりも、はい、うん、できますので、はい、でトランクが割と広いという奥行きもありますからね。ですよね、はい、結構奥行きありますよね。そう、高さもあってですよね、うん、なのでもうバック、ボストンバックだったら本当に4人分どころじゃないですよね。3つ4つ、はい、楽にいっちゃいますかね。スーツケースも全然いけちゃうぐらい、はい、これだけあって奥もだって届かないですもんね、はい、大人が手を伸ばしても。スーツケース大きめなの2つ簡単に飲み込みますよね。でも毎回僕イギリス車紹介、まあ、正確にはドイツ生産かもしれないですけど、うん、あの紹介するとき触るんですけど、うん、ここね、ここ作り込んであるのってイタリア、イギリス、ドイツ車でも一部ですね。ごく一部じゃないですか、はい、なんでその辺やっぱりすごくしっかりしてる。でカーペットもこう毛足長いししっかりしてるし、すごく仕事の丁寧さを感じます、はい、そしてこの下はないんですよね、うん、あります。あれでしたっけ。あります。一応、ああなるほど、はい、工具と簡易的な工具と表示板ですね、はい、こんな感じになってます、はい、これもすごいしっかりしてますよね。ねえ、ここも一応レザーなんですね。そう、はい、すごいよねこれ、しっかり感の作りがすごくいいです、はい、じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、よいしょ、やってまいりました。はい、もう普通に市販されてる、いやどうなんですかね、わかんないですけど、一般的に売られてる車で一番排気量でかくないですか、 6.6 って。わかんないです、アメ、まあまあ、車のなんかちょっと特殊なの、まあまあそうですね、はい、はいはいはい、ちょっと覗くって感じですけど、まあ普通に考えると一番大きいんですかね、はい、うん、なんか現行で中古車情報サイトに載ってるって言ったら、うん、もうこれもう最大級なのかな、うん、それが 6.6 リッター V12 ということで、えらいです。もう絶滅危惧種ですよね。はい、もうだって本当にないですもんね。もうないですよ、うん、これからはますますどん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 縮小されていっちゃうので、残念ながら。でこれが、基本的にはゴーストと同じ系統のエンジンなんですけど、はい、なんとゴーストよりパワーが出てるということで。そうなんですよ、これ結構パワー差ありましたよね。あります。ゴーストって570とか500馬力台です。そうですよね、ぐらいでしたよね。それが大台の600馬力超えということで、はいはい、632、はい、馬力の方が632馬力、800ニュートン。おお、はい、0100に至ってはこの巨体、うん、重量級のボディで 4.6 秒だそうです、はい、瞬速です。まあ、スーパースポーツだと3秒台あるじゃないですか、うん、もう2秒台ってもう苦しいぐらいの加速らしいですけど、はい、4秒台ってかなりこう瞬速ですよ。いや瞬速ですね、この巨体が、はい、でマックス250キロ、うん、はい、僕4台読まないと、なぜかリミッターカットすると300キロとかって書いてあったんですけど、はい、これどうリミッターカットするのか全く分からないですけどでもそのぐらいのこう、はい、スペックというか、うん、はい、能力を持ち合わせてる。でも250って自主規制でしょ。そうじゃないですか。だよね、はい、うん、多分ドイツの方のリミッターということ、はいはい、でやっぱりこう多気筒だと振動圧倒的に少ないし、うん、滑らかだし、はい、あとはもう何といってもこのクランキングの音が良くないですか。そうですね、なんですかね、でなんか滝筒になればなるほどこうクランキングの音ってこうモーター音っていうしますよね、感じシュル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 っていう、そう
V8 でもならないんですよね。なんないです。もう直四とかだともうキュッ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 って感じじゃないですか、うん、だからその圧縮の関係があるのか、ちょっとそのいろんなムービングパーツ その作動もするからなのか分かんないですけど、うん、はい、V12 ってこう排気音っていうかそういう音もいいんですけど、いいです、ね、クランキングの音大好きなんですよね、うん、まあでも当然セルモーターも大きいんでしょうし、まあ、そういった違いがねいろいろあるんでしょうね。でここはちょっとやっぱりこうスペック的なものよりかも、はい、走って感じる部分だと思いますので、はい、この後ちょっと乗ってみたいと思います、うん、続いて電動周り見てみたいと思います。お願いします。これ開けるのもスッって開いてほしいですよね、うん、ねできればね。現行ゴースト教えてもらって、うん、あのこれこうスッって引くだけでニューインって開くんですよね、うん、現行はそうです。現行のゴーストついてるんですよ。現行知らないんですよ僕まだいや、うん、まずでも中古で出回ってないじゃないですか。そうなんですよ、はい、うん、らしいですよ。でこの間、いいな、ちょっとたまたま入庫する機会があって触らせてもらったんですけど、うん、これ一回開くとボコンと開いて、うん、もう一回これをクイッてやるとスーッと開くんですよ、うん、ああいいねそれすごく。ちょっと この重さはちょっと気になっちゃいますよね。そうなの、はい、ただ閉めるの別に、うん、開けてもらうますか、ね、そうなんだけど、なんかさこうやってやった時に、はい、開けた時に、はい、あの長年の癖で、はい、肘で押したくならないですか。でこれそれができないからこう、はい、そうですね、はい、なんか作法がちょっと必要なんですよ。作法がちょっと必要なんですよ、はい。そして運転席側で両方開け閉めがして、でトランクの開けるボタンも奥側に、はい、ついてますね、はい、はい、ちょっとじゃあ行きましょう。行きましょう。ロールスこう走りの要素って、うん、決してそんなすごくあるわけじゃないじゃないですか、うん、どっちかっていうと走りだったらベントレーじゃないですか。どっちかっていうとね、はい、でこの雰囲気と存在感と、うん、ここじゃないかなっていう、うん、まあ、乗りやす、うん、さすがに大きさは感じます、はい、ただステアリングがめちゃめちゃしっとり、うん、ちょっとじゃあ600馬力、うん、はい、重量級ですけど、はいはい、すごいっすよ。うわ、こういう加速なんですね、はいはい、乱暴さ一切ないです。ないです、はい、ただもうこの巨体がとてつもない、うん、動きをしました今。そうですね、ぐわーっていう、うん、やっぱりなんかこう綺麗に吹き上がっていくじゃないですか。そうですね、フラットなトルクのままで、それがすごくいいですね。気持ちいいです。で今信じられないこう多分この巨体を動かしたんで、はい、多分トルクを発生させたと思うんですけど、はい、エンジンの音がわずかに聞こえるぐらいですね。そう、うーぐらい、うん、普通だったらうなってますよ。はい、さすが V12、うん、はい、そして踏んでっても全然どこまでも静かで滑らかなんですよね、はい、で適度にって本当にわずかにステアリングとか、うん、ペダルにこう回転が上がってる感がちょっと伝わるぐらい、うん、ロールスってもちろんそのベースはもうどこまで行ってもコンフォートだし、うん、走るって言ってもそのスポーツの方じゃないんですけど、はい、ちゃんとなんかこのフラフラしてふらついちゃうっていうのはないしね、はい、うん、やっぱりファントムとゴーストの圧倒的な違いってハンドル握ってロールスが楽しいとは言わないんですけど、ファントムってやっぱりこうハンドル握ってオーナー自らどっか行こうっていう感覚の車じゃ全くないって僕は思っているんですよ。その乗り味とか
あの乗り心地とかハンドルのフィーリングとか。でもゴーストはもう全く違うので、よくこんな、ね、ロールスっていうメーカーがこう作ったなっていう。でいわばその2ドア版と言ってもいいようなレースなわけじゃないですか、うん、だからなんかね結構割り切って作ってるのかなみたいな。あ、うん、もうまさにだってこれなんか思いっきりドライバー使うじゃないですか。はい、はい、そうですね。ファントムって僕正直その道路にブーンって乗り出したことはないんですよ。はい、まあ、店舗に入庫してるの見せてもらったりとか、はい、あと預かってて、まあ、ちょっとその紹介していいよなんていうのを過去言われて動画撮ったことなんかあったりするんですけど、うんうんうん、ファントムは結構じゃあ全然ドライバーズカー要素はないんですね。全くなかったです僕は。はい、乗り味もすごく独特ですしね。後ろの人優先みたいな。あ、もう、まあ、まさにそんな感じです。だからハンドル握ってちょっとだけどうしても改装しなくちゃいけないので、はい、首都高を走らせていただいたんですけど、はい、まあ流れよりもゆっくり走りたくなるぐらい。ああ、はい、なるほどそれ以上は無理したくないなっていう感じです。で当然後ろもその快適だから、うん、ドライバーも快適っていう、うん、でそこで運転するこの何ですか操作感があるかっていうと、うん、やっぱりそれはゴーストとかうん、この辺の方が、うんはいですね、しっかり残してあるというか、はい、である意味こう操作してる感があるってことは同乗者はこう、はい、それがこうなんていうんですか不快に思うこともなくはないわけじゃないですか。ハンドルグッと切って車がグッと向きを変えると そうですね、はい、そういうのはファントムってのはほぼほぼ消してるので。あ、はい、うん、いやもうめちゃめちゃしっとりです。ステアリングフィールめっちゃしっとりしっとりだよね。ほんとしっとりっていう言葉だよね。握った時も動かした時もで高速乗る前のあの下取り回す時なんかもうめちゃくちゃこうしっとりで、うん、回しごたえがないステアリングなんですけど、うん、高速乗ると、うん、こう重くなるんですよね。ちゃんと重くなるもんね。けどちゃんとしっとりさ残ってるんですよ、うん、だから全然こう怖くないというか。そうですね、ちゃんとこう地に足がついてる感じするんで。ついてます、ついてます、うん。車線変更とかももう本当にこれだけ重いとこう多少ロールしたりするのかなと思ったらもう水平移動ですね。そうですね、ふわって、うん、そしてアクセルも、はい、車速が上がっていくのにエンジン音が、はい、しないです。しない、はい、しないというか変わらないというかね。わずかにボーって聞こえるぐらい。そうですね。でアクセルレスポンスは、うん、何ですか車をこう動かすレスポンスはもちろんその直感的にさ、操作できますけど、はい、急加速はさせないですねこれ、うんうん、車がガバッて踏んでも急加速しないですもん、うんうん、うわーっていう感じです、うんはい、でもちろんそのスピードの調整ぐらいだったら、うんはい、こうリニアにできますけど、うんはい、ガバッて開けてもちゃんとワンテンポあってよ、うん、うわーってパワー感っていうのもトルク感って感じのそうっすねセッティングですかね。これだから味付けすごいところに持ってきてますよね、うん、だから BMW が作ってるのにこうなのか、うん、もしくは BMW だからこれができるのか分かんないですけど、うん、この絶妙ないわばもう M スポーツと全く対極の、うんはい、やっぱりそこはあれなんじゃない、素材は BM だけどやっぱりロールスロイスが作ってるっていうところで、あそういう考え方の方が正しいのかなって。なるほど、合点がいく気はしますけどね、うん、前もちょっと話したかもしれないですけど、うん、車が作ってるのはその、うん、ロールスロイスモーターカーズになってからですけど、はい、あのモーターカーズでしたっけ。そうです、はい、なってからですけどその前から、うん、あのパーツの供給だったりで、うん、あのメーカー同士 そのやり取りというか、はい、あるんですよね、うん、あります。1990年代からそうですね、はい、特にあの BM 系って BM 系っていうか BMW ってそのイギリス車のこうやり取りが結構ね多いですよね。そんなイメージがあります。イギリスってやっぱりすげえなと思いますね、うん、ベントレーしかり うん、ローズしかり、うん、そしてこのクイック U ターン、はいはい、おお切れますね、はい、ホイールベースもゴーストより10センチぐらい短いんですよね。はい、そうです、はい、その辺もあるのかもしれないという、うん、うわもう本当に船
船乗ってるみたいな、うん、快適最高ですよ。加速しても減速しても本当にうんって電気自動車で使ってるぐらい音しないですよ、うん、外これだけうるさいんですよ。だね。これガラスって、うん、合わせの、うん、合わせです、いいな。ちょっとシートヒーターチェックもしてきますか。うん、寒いですから、うん、ベンチレーションチェックもしてきますか、うん。ああ、ベンチレーション結構効きますね。効きますね。ちょっとシートヒーター、うん、もう長時間座りすぎてて温まってるんでよくわかんないです確かにあ、でもあったかいな。 あったかいですね。はい、ステアリングヒーターも欲しいですね。欲しいね。もうだから最近装備が良くなりすぎてて、うん、ステアリングヒーターついてます、うん、ここもヒーターついてますとかってあるじゃないですか、うん、ありますね。でそういうのと比べちゃうと、うん、うーんって感じですけど、うん、冷静に考えるとそういうのがちょっと特殊なのであって。そうなんですよね、うん、アームレストが高くなって若干意味わかんないですけどここが高くなってこっちのドアとか。そう、ドアとかね。ステアリングヒーターまだギリ分かりますけど、はい、めっちゃ暖かい、うん、ってか暑いぐらい。暑いね、はい、本当だね。すごい効く。そして最後になりましたけども、はい、ブレーキもこの巨体を、うん、やっぱデカキャリパーですから、うん、そうですね、はい、グイッといっても、うん、ああブレーキもなんかあれの気がしますよ、はい、僕何セッティングなのかパッドなのか、うん、BM と違う気がします。うん、BM ってギューって感じじゃないですか、うん、ミニなんかもかっくんじゃないですか、うん、全然そういう感じじゃないです、うんうんうん、まあ、車重があるからなのかわかんないですけど、うん、車重なんじゃないの。そうなんですかね、多分。なんかちゃんとこう車がグーって沈み込んで止まる感じがします、うん、割とこう動力とあの効きが一定ですね、うん、BM のローターザクザク削りながら、うん、ホイールめちゃめちゃ汚しながらなんかめっちゃ効くっていう初期制動からっていうイメージなんですけど、なんか僕 BM のあのブレーキってなんかこうグーって踏んでた時になんかこうなんていうのこう雑巾とかタオルをギューって絞ってるようなそんなイメージがあるんですよ、はい、すごく、はい、あー優雅だなもう気持ちが優雅になりますよね。なります、はいはい、割り込みされても全然イライラしない。はい、どうぞみたいな感じですね、はい、優しくなりますよね。優しくなります、はい、てかなかなか割り込みもされないですけどね、はい、この車でも人間あの大きい車に乗ると気が大きくなるっていうのは、うん、もうなんかその心理的に 無意識になっちゃうらしいですよ、うん、あ、そうなの。普通はだからそのバスとかトラックとかああいう大きい車に乗ると、うん、ちょっと気が大きくなるみたいな。ただこの車に関してはならない気がします、うん、はい、ならないよね、はい、うん、優しくなれます。優しくなります、はい、いいなぁですね、うん、あとはちょっと適度に視線を感じます僕は。本当ですか、はい、もう車的にも視線を感じますし、はい、色的にも、うん、やっぱりツートン目立つっすよね。目立つね。いいっすね。この色でもかっこいいな。いや渋いんすよ色が、うん、なんかビビッドな色でもういいんすよ、うん、すごく目立って、うん、はい、ちょっとこの渋めな色のツートンで良くないですか。いいよね、かっこいいもんらしいというか。そうっすね、はい、こう結構世代上の方でも、はい、いや全然いいと思いますよ。似合って乗れるんじゃないかなっていうね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、今回紹介させていただいたこちらのレース、まあ、もちろんそのノーマルでもめちゃめちゃかっこいいんですけれども、ボンド名古屋でしたらカスタマイズを楽しんでいただくってこともできるんですよね。ぜひ、はい、まずスペーサーとローダウンぐらいから始めた方がいいですかね。もういいですねでも車が車なんで
ちょっとキラッとしたアメタン入れたい感じはありますけどね。いいですね、はい、ちょっとだけ車高を下げて。あとは結構こう認知度多分あんまりないと思うんですけど、エアロもあるんですよね。あります。ちょうどマンソリー の、はい、あの外装を組んだ車が大阪店の方であったりだとか、あ、ね、はいはい、まあ、あっちドーンですけど、はいはい、そういうちょっと激しめの、もうこれ十分はオンリーワンですけど、そういったカスタマイズもできますので、はい、ぜひボンド名古屋土方さんまでご相談ください。というわけで今回はロールスロイスレイスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。